アンリ・デュ・パルクはフランスコーキロマン派の作曲家。大部分の作品を自ら破棄したため、歌曲を中心にごく少数の作品しか残されていないが、旅へのいざないなどの残された作品のいくつかは、フランス歌曲を代表する歌曲とみなされている。デュ・パルク、10歳パリに生まれる。ボージュラール地区にあったイエズス会のコレージュにて、セザール・フランクにピアノと作曲を支持する。 デュパルクは、フランクの最初の作曲の弟子の一人にあたる。不屈戦争への従軍後、1871年11月9日に、スコットランド出身のエレン・マックス・ウィニーと結婚。同年、カミリュ・サン・サーンス及びロマン・ビュシーヌと共に、国民音楽協会を設立する。バンサン・ダンディとも交流が深かった。1885年、37歳の時に突然、 作曲ができなくなる。診断は神経衰弱であった。その後は家族との時間や絵画制作に没頭するが、20世紀に入ると次第に視力が失われてゆく。ただしその後も還元学などの作曲や編曲は細々と続けており、1911年の星たちへの改訂が確認できる最後の創作活動である。 晩年は主にスイスのベベイ近くにあるラ・トゥール・ドゥ・ペールスで過ごし、1933年、フランス南西部のモンドマルサンにて没した。85歳であった。デュパルクはパリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬されている。パリの17区のレベ通り近くの一角がデュパルクに、ちなんで名付けられている。恩師であるフランクは、自ら作曲した公共曲に単調を。 作曲の筆を折った後のデュパルクに検定した。今日、デュパルクといえば、17曲の歌曲が著名である。これらの歌曲は、シャルル・ボードレール、テオフィル・ゴーティエ、ル・コント・ドリール、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテなどの詩に作曲されたもので、いずれも繊細な叙情表現や、リハルト・バーグナーの影響を受けた劇的表現に優れ、歌曲の最高傑作に数えるものも少なくない。 他局の他少数のピアノ曲、還元楽曲を作曲したが、作品の大半は自身の手で破棄し、残された作品は40に満たない。1922年1月19日付で弟子で親友でもあったジャンクラーに宛てた手紙の中で未完に終わったオペラ、ルサルカの破棄について、次のように述べている。デュパルク、夫婦戦争従軍事デュパルク墓地。ありがとうございます。